ゆり本庄アリーナゆり本庄アリーナは秋田県ゆり本庄市のアリーナゆり本庄市が設置し水野が指定管理者として運営している秋田市でスーパーマーケットを経営するナイスが命名権を取得しておりナイスアリーナの名称が用いられる2018年10月1日に開業しスポーツやコンサートなどのイベントでは 最大5000人を収容できるアリーナとして機能する、ほか、災害時には一時避難所として2万人、避難所として3000人を収容する、避難所などとして活用される。メインアリーナとサブアリーナのほか、剣道場、柔道場、トレーニング施設、フィットネススタジオを持つ。また、スポーツ団体の合宿施設として使用できるよう、70人程度を収容できる宿泊施設も設けられている。 床面積3458平方メートル。最大収容人員5000人。床面積640平方メートル。天井が高く開放的であり、バスケットゴールは可動式。ふんだんに木材が使われている。人工芝アリーナが建設された土地にはもともと、国立療養所秋田病院が設置されていたが、2003年に病院が廃止されたため、病院を所管する。 厚生労働省と秋田県、そして本庄市は病院跡地をスポーツや防災、民間福祉の用途に活用する方針を決定。2005年には本庄市と地開発公社が市に代わって土地を取得した。そして2014年までに由利本庄市が土地を買い戻す予定になっていたが、具体的な活用方法は定まらないままだった。2009年、 百合本城市の市長に就任した長谷部誠は、買い戻し期限の2014年が迫る中、就任翌年の2010年には、土地の利活用について、方針を定めるためのプロジェクトチームを設置。2012年には、利活用検討委員会を設置した。検討委員会の答申を受けた2013年、市は、基本計画を策定。 跡地に屋根付きのグラウンドなどの競技施設と防災の機能を兼ねる公園として整備し、その中心としてアリーナが位置づけられた。2015年より造成が始まり、2016年にはアリーナ棟の建設が始まる。設計は、非設計と百合本城市のアルファ建築コンサルタントによる共同企業体、指向はゼビオアリーナ仙台などアリーナ建設の実績がある。 佐藤工業が担当した。男子プロバスケットボールリーグ、B リーグが発足するにあたり、リーグ加入の条件として、5000人の観客を収容できるアリーナが示された際には、秋田県を本拠地とする、秋田農山ハッピネッツにホームアリーナとしての活用を打診したが、クラブ側は、周辺の人口や県庁所在地である、秋田市からの距離から難色を示し、クラブは、 秋田市立体育館をホームアリーナとした。2018年10月6日と7日には開業記念イベントとして、百合本城市出身の井こまりなが出演する音楽イベント、ザ音楽祭が行われ、2日間でおよそ7000人の観客を集めた。同年12月には、秋田県内初となる海リーグの公式戦が開かれた。国立療養所秋田病院跡地の状態。 ありがとうございます。